後頭部のボリュームがとってもいい感じです。気にされてる薄毛もカバーできました。ビフォーになります。ゲスト様、最近髪が薄くなったとすごく気にされていて、まあね、ほんとウィッグをはめようかなんていうお話もしてました。ですので私は今が提案するのはウィッグ不要のカット、そんな技術をね紹介したいと思います。まあトップの方だけねパーマをかけさせてもらったんですけど、パーマはかけてなくても、同じと思ってください。まあね、やっぱり髪が伸びて重心が下がってくるとどうしても割れ目っていうのが目立ちやすいです。特につむじとか、まあ、トップですね。白髪があるとより地肌が透けて見える気がします。ですのでまあね、トップに、ボリュームが出しやすい長さっていうのがあります。やっぱりショート系のスタイルになるんですけど、髪がねやっぱり立ち上がる長さっていうのが大事だと思います。伸びれば伸びるほどやっぱり分け目ってこうつきやすくなるので、そこをねトップ、レイヤーを入れて軽くして、そうすることで髪が立ち上がりやすくなって結果薄毛もカバーできます。ですのでよくねゲスト様で、まあ、ウィッグそろそろはめようかななんていう方結構いるんですよね。髪が薄くなった、こういったトラブル非常に多いです。加齢とともにもう本当にね深刻な悩みだと思います。私もそう思います。やはりね私も結構抜け毛が多かったりすると本気でやっぱり心配したりするので、やっぱりねそういったことっていうのは自分の立場にならないとわからないなと思います。ですので、まあウィッグつけるのもいいんですけど、できればね自分の髪で、生活してもらいたいなっていう思いはあるので、私は今は、そのなんでこうマイナスな部分をねプラスに変えれるようなスタイル、やはり、カットすごく大事です。上の方の長さをしっかり切らしてもらって、耳周りもすっきりさせる。そうすることでシルエットが縦長になるのでバランスが良くなるんですね。どうしてもトップの方の髪っていうのはその耳後ろの髪の量に比べると少ない。ですのでやっぱりねその耳後ろの髪っていうのはある程度切り込んで軽くしないとバランスが取れないんです。ですので、そういった感じの、カットをすると、まあ、増毛したようなねカットの仕上がりになるのでとってもおすすめです。いかがでしょうか。まあね今回はパーマはかけさせてもらったんですけど、まあベースのカットがね一番大事だと思います。すごくボリュームが出ていいんではないでしょうか。まあねパーマも、挑戦してもいいと思いますよ。まあ、最初はね部分的に始めることでとってもいいものなのでおすすめです。どういった髪型が似合うかわからない大人女性の方、美容師青山にご相談ください。必ずね、ご自分に合う髪型を提案します。ゲスト様、とってもいい感じになりました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。